スペインを一周するグランツール、ラ・ブエルタ。前日オランダで行われた第2ステージは集団スプリントでボーラ・ハンスグローエのサム・ベネットが復活を告げる勝利でした。リーダージャージのマヤロホはユンボビスバのマイク・テウニッセンがチームメイトのロバート・ヘイシンクから受け継いでいます。第3ステージはオランダでの最終日。この日を終えると1日の移動日を挟んでスペイン本土へと移動します。ここまでのステージでも活躍著しいオランダ人選手にとってさらに気合を入れて臨むことになるでしょう。その筆頭は母国オランダでマイオロフを切るテウニッセン。世界チャンピオンのアラフィリップはどこかでステージ優勝を飾りたいところ。ロッドスーダルは昨日の落車でステップクラスを失っています。ポイント少女アジを切るサム・ベネットはステージ2連勝に期待がかかります。第3ステージではオランダ南部の都市ブレダを発着する 193.2km が設定されました。やはり平坦基調、493角が一つなのは前日のステージと同じです。再び逃げたいスプリンターという構図になるでしょう。昨日逃げて三角賞ジャージを獲得した EF のファンデンベルフはジャージ防衛のため再び逃げに乗ってくるでしょう。スタート直後に飛び出したのは7名の選手たちでした。やはりここには三角賞ジャージのファンデンベルフ、ロットスーダルのデヘント、コフィディスのエラダ、アンテルマルシェのバークランツというメンバーです。集団後方ではイスラエルの2名が落車していました。マイケル・ウッズは脳震盪の疑いでここでリタイアを余儀なくされます。幸い骨折はなかったということです。メイン集団はそれぞれにエーススプリンターを擁するボーラ、アルペシン・デュクーニック、トレック・サガフレードがコントロール。先頭逃げグループはこの日唯一の三角ポイントを競い合います。先着したのはロットのデヘント。しかし2位通過のファンデンベルフがポイント積み上げでこの日のジャージを守っています。フィニッシュまで残り21キロ、入り組んだコーナーにイネオスグレナディアーズのエースリチャル・カラパスがアシスト選手とともにストップしています。メカトラで集団から遅れましたがゲーガン・ハート、シバコフのアシストを受けて残り11キロ、集団に復帰を果たしています。そして逃げ続けていた選手たちもここで吸収です。10キロと少々を残してレースは一度振り出しに戻ります。集団スプリントに向けて各チームが隊列を組んでいます。前日4位でマイオロフを切るユンボのテウニッセンはスプリントに参加せず下がります。トレックスガフレードは前日2位のマッツ・ピーダスンでのリベンジを狙います。残り1キロを切って UAE チームエミレーツがパスカル・アッカーマンのためにいい形を作りました。その後ろにはティム・メルリールを擁するアルペシン・ドゥクーニックもつけていますが、肝心のメルリールがポジションを失いました。最初にスプリントの口火を切ったのはアッカーマン。そこにアルケア・サムシックのダン・マクレーが合わせていきますが、別ラインからは緑色のジャージが飛び出してきました。サム・ベネットが先頭に立ってそのまま踏んでいきます。後ろからはトレックのピーダスも追い上げていくが届きません。ベネットがステージ2連勝。レース平均時速47キロ超えという高速レースを制しました。有力スプリンター勢が右にラインを取ったものの、最終発射台のダニー・ファンポッペルは自らを信じて左側のラインでベネットを解き放ちました。前日に続いて最高速度で放たれたベネットにとってはあとは力の限り踏み込むだけ。2日続けてボーラ・ハンス・グローエの完璧な連携が勝利を呼び込んでいます。ステージトップ10です。2日続けての2位にピーダスン、マクレー・コカールと続き5位にはグルパメフデジからリンハルト、メルリール・グローブス・ビュレンス・アッカーマンと続いてリードアウト役のファンポッペルが10位に入っています。この結果マイオロフはエドワルド・アッフィニの手に渡りました。ユンボ・ビスマとしては日替わりでリーダージャージ着用者を変える形、ステージ着順でのリーダージャージ交代という形、依然としてユンボ勢が総合トップ6まで同タイムで締めています。13秒差でイネオス勢が続く形でオランダ3連戦を終えました。翌日は移動日、こちらを挟んで第4ステージからはいよいよスペイン本土バスク地方へ向かいます。ビトリア・ガステイスからラグアディアまでの 152.5km は距離こそ短いものの、2級と3級三角が詰め込まれフィニッシュは上り基調、パンチャーにも逃げ屋にも向いたプロフィール、リーダージャージもまた変わることでしょう。第3のグランツール、ラ・ブエルタを GCN では毎日日本語でハイライトをお届けしています。また、サブスクサービス GCN プラスでは世界各地で行われている男女トップレベルのレースをライブで配信中。ブエルタのハイライトとともにお楽しみください。